本日のテーマは単身2022年水の絵、中国での動きが激しい年である。それは中国にとって流れが変わる時だ。それを見ていこうということで、こちらですね、2022年、五黄土は破壊と創造の年である。破壊というテーマに10年のキーワードがあった。10年の破壊の中で一番起こる可能性が高いのは習近平失脚である。そして中国共産党も滅亡するの続編になります。一応木の絵年の話なんですが、この続編ということで考えていただければと思います。ではですね、中国の木の絵年の年表を見てみていきたいと思います。2022年はもう変わらないですね。2012年、中国共産党書記、習近平が選ばれる。2002年、2001年12月、中国 WTO 加盟、SARS 発生、中国広東省。1992年、習近平が講和後、改革開放に邁進、イスラエル、韓国と国交樹立。1981年12月、中国、インド、国交回復、中国改革開放の舵を切る。1972年、日中国交正常化。1960年、大躍進政策。中国人民共和国の小平主席による多数餓死者を出した、失敗した社会主義政策である。1952年、三反五反運動、官僚主義、汚職、賄賂、脱税、国家資産の横領、原料のごまかし、経済情報漏洩の誤読に対する運動。1949年、中華人民共和国の設立ということで見てみると、2020年から30年がですね、転換期になっていくのが分かります。中国のサイクルもまた日本と同じ40年サイクルなのが分かる。60年もありますけれどね。中華人民共和国の、沈滞の歴史が1940年から80年、それで1980年から2020年までが躍進の40年となります。これからの40年間は、厳しいか新しいフェーズに入っていくということになるなと思います。直近のこの五黄土、創造と破壊の年である。破壊というテーマに10年というキーワードがあった。10年目の破壊で一番起こる確率が高いのは習近平失脚である。そして中華人民共和国も滅亡するの中にもありますように、こちらですね、このですね、これも必ず漢中法っていうのは、このできたものがこの時期に滅びる。これできたものが、この藩が反乱を起こす。これですよね。宣教師を禁じるけれども、太平天国の乱でキリスト教を認める。じゃあこの年に中国共産党が結成されるんだけど、2030年代に崩壊をすると。つまりですね、2030年代、躍進を遂げた中華人民共和国がいきなり崩壊するなんていうシナリオも描けていけることになります。さらに今年2022年が変化の年であるとすれば、過渡期の覇者の運命ということで、過渡期の覇者は通常短命。これちょっと前の動画でもやりましたけれども、比較的長いケースで、毛子1917年、1991年、74年、こちらソ連ですね。それ毛子がですね、1279年から1368年、89年。この2ケースを参考とした、中国共産党政権の寿命は、1949年からですね、2020年から2040年の、71年間から81年間ということで、中国共産党の矛盾、経済発展の延命、トランプの保護主義などによって破綻が高まる可能性があり、バイデンの、バイアメリカン、今のも
中国経済封鎖まで考えればこの通りじゃないかなと思うわけです。一応2020年から40年となっておりますが、ソ連の寿命を74年とした場合には2030年ということになります。一番中央の値を取るとすれば2022年習近平失脚、2023年中国共産党崩壊の可能性が10年のこの期間を考慮したとき重なってくるのが不気味ということでございます。私は一応180年サイクルでこれらについては未来予測講座ではやっていないが、2030年代中華人民共和国、中華民国崩壊と呼んでいる。こちらについても参考程度には頭に入れておきたいと思っております。の可能性も高くなっていきます。まあ今年はですね、プーチン、ウクライナ侵攻、その横で習近平失脚という可能性もあります。ちょっと確率が高くなったかなという気がしております。ということで、ご清聴ありがとうございました。終わります。まあ、この公開日がもう、2月13日ということで、まあ、中古でもまたやりますけれども、2022年はいつからだということですが、普通は1月1日でございます。しかし、グローバル暦というのはありまして、こういう干支などは、旧正月、3月ということになります。私はこの2節も問わず、日本本来の暦、神武暦を用いて2月11日を日本人の正月として考えています。こちらを参考にしてくださいということで、まあ2月13日、まあ、ちょうどなんですが、まあ、1月3日みたいなもんですね。いよいよ本当の、2022年がここから始まってまいります。まあこれまでにだいぶやりましたんで、もうほとんど内容の方はありますね。若干残ってますが、こういうのはまあ隔月でもう隔週ぐらいでやっていく形になりますが、まあ最後までこの講座やってまいりますので、この2022年どういう提示した本日以降もですね、この動画をまたずっとやり続けていきますので、ちょっと隔週になっていくかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。では、終わります。